りが出ていません。まずはもう破りました。センター前取れよな。くっそ遅い。力のない打球なんだからさ、体で止めろよ。マジ舐めてるわ。なんで止めれんの体で。おいってこけただけだろそれ。ボール見ろちゃんと。こけただけやんけ。てか審判の方は石が転がってるならどけるのが役目じゃないんですか。石でこけたんですけど、やつが。おい、出た。絶好調で来んなよてマジで。おい、勝った。強い。相手の本拠地で大勝していく。松川のタイムリー、ちょっと監督嬉しいよ。なんで岩崎がセーブしてんの。まあ抑えじゃないだろう。違う、これ岩崎が何イニングの投げてんだこれ。岩崎の使い方雑すぎませんか。そんなことするから怪我するんじゃねえのコンピューターなあ。なんか優しさがないんだよなコンピューターって。所詮コンピューターなんだなってなんか見えますね。我々千葉ロッテマリーンズの M の横にもう一つの M が見えますね。マジックっていうのは2位のチームが負けて1位のチームが勝てば2つ減ります。私たちが負けても2位のチームが負ければマジックは1つ減ります。2位のチームが勝っても我々が勝てばマジックは1つ減ります。ここで勝てば、マジックが2位減るということ。栄光の M まであと16になるっていうところよ。行ってこい。この場合わからない。2位が負けたら1位が勝ったらとかなんか長々と喋ってたけど、引き分けだった場合どうなるかわからない。1個減るんだ。やっぱ1個減るんだな。1個減るんだな。なるほど、勉強になりました。